こんばんは、サディロム斉藤です。今日は中三理科生殖の5回目です。で、前回その生殖の中の無性生殖について説明しました。今回は有性生殖です。で、有性生殖ということはオスとかメス、雄花雌花、おしべ雌しべがあっての生殖です。で、これが生殖のゼロで、まあ、あのうちの娘がした自由研究を見てもらったんですけども、その中で出てきた物差しトンボの連結産卵の様子です。ですからオスとメスがこういうふうにつながって交尾をして新しい個体卵を産む、これが有性生殖です。では実際の有性生殖を見ていきましょう。はい、まず有性生殖、はい、この言葉今日のポイント1つ目、必ず覚えてください。受精によって子を作る生殖です。で、その受精なんですけれども、はい、まず動物の受精を見ていきましょう。はい、動物の受精の場合はメスの卵巣に卵があります。これ保健体育では卵子って習ったかもしれないですけど、理科では卵子じゃなくて卵で覚えてください。で、その卵とオスの精巣の中にある精子で、この卵と精子、この2つを合わせたもの、これが今日のポイント2つ目です。これも絶対覚えてください。生殖細胞と言います。生殖細胞、まあ、この有性生殖、無性生殖という、その生殖のため、だから子を増やすために必要な細胞で、生殖細胞と言います。はい、そして受精なんですけれども、はい、これが今日のポイント3つ目です。生殖細胞が結合し、だから卵と精子が結合し、それぞれの核が合体して1個の細胞となることです。で、ここで気をつけてほしいんですけれども、卵の細胞と精子の細胞がくっついたら細胞2つになりそうなんですけども、ここ2つになるんじゃなくて、精子の核の、まあ、その中の染色体が、卵の細胞の方に移動して合体して1つの細胞を作ります。で、その1個の細胞を作ることを受精と言いますし、それでできた1個の細胞、これを受精卵と言います。ですから今日ちょっと、まあ、赤の文字が非常に多いんですけれども、ちょっとセットで3つに分けて覚えましょう。まずポイントの1番、有性生殖です。これは、受精によって子を作る生殖です。で、ポイントの2番で生殖細胞っていう言葉を覚えてください。その子を作るために必要な細胞です。で、その生殖細胞として動物では卵と精子があります。で、今度3つ目、ポイントの3つ目は、その卵と精子の核が合体して1個の細胞を作ること、これを受精と言います。で、そこでできた1個の細胞が受精卵です。だからこれも受精と受精卵セットで、覚えてください。これで今日のポイント3つ、ちょっと今日覚える言葉多いですけど、頑張って覚えておいてください。では今日の授業はここまでです。